ああ、木を買うの？違います。マイホームやんか。マイホーム？マイホーム？そう、やっぱね、ステイホームが多かったでしょ、うん、その時にこういう自然と調和した豊かなお家に住んでたらもっとステイホーム楽しかったなと思って。お金あんねんね。僕らやっぱマンションの方がいいね。マンションの方が。マンション？マンションはいいですよ。マンションはほらね、集合住宅だから、うん、ね、結構ねセキュリティもしっかりしてるしね。マンションリノベーションしたらモチベーションが上がってテンションが高くなる。そのギャグ言いたいだけでしょ。いやマンションの方がいいって。もう一戸建てだよ。いやいやいや、一戸建ての方がいいよ。一戸建てだったら歌って踊っても迷惑にならないし、庭でおしゃれなお茶を飲んでガーデニングも楽しむことができる。何様やねんな君。何やで？働きなさい。働くけど旦那さんが頑張って働いてくれてるから私はお茶を飲むの。あ、そんな人おんの？これから見つけるの。ああ、うわー、そりゃあかんて。マンションの方がええって。なんで？マンションは本当にね、あのね、なんかええねん。マスターがいたらもう泥棒も変えてくわ。何もないんだから。一戸建てです。マンションです。一戸建て。あらあら、まあまあ答えが出そうにないですね。二人の話聞いてると欲しくなってきますね。先生はどちら派？のぞみちゃん派。というのは冗談でですね、いや一戸建てがいいかなと思いましたね。ちょっと お話聞いてる限りはね、はい、なんかね自分の人生を家に乗せる、それが形になるっていう、なんかそういうのを想像するといいなって感じました。南さんありますよ。でも琵琶湖の湖畔だったら、マンションだったらすごいナイスビューだし、毎日琵琶湖がバーンって目に入ってくるんですよ。いいと思いますね。うわマンションにしようかな。どうやら答えが出ません。どちらもいいですね。さて今日の滋賀経済ナウビズラボでは、のぞみちゃんもお気に入りの木の家を専門的に扱うハウスメーカー、その名も株式会社木の家専門店谷口工務店をご紹介します。そして、はい、ビズログではですね、最近増加傾向にある空き家問題というのがありますね。その空き家を再生させ、さらには町をもよみがえらせるキーパーソンというのがいるんですね、はい、それが大工さんなんです。そもそも大工さんとはどういう存在なのか、そしてなぜ大工さんが鍵を握るのか、じっくりと解説します。はい、ではコマーシャルを挟んでビズラボからお届けしましょう。100年生きる家、それが谷口工務店が目指している家づくりのテーマです。関わる人、地域のすべての人が末永く幸せに暮らしてほしい。100年生きる家にはそんな優しい思いが込められています。蒲生郡竜王町山の上、株式会社木の家専門店谷口工務店はこの地を拠点に活動を展開しています。谷口工務店は大手ハウスメーカーの社員であった谷口博一現社長が、大工であった父親の意思を受け継ぎ、平成7年22歳の若さで独立したことに始まります。仕事一筋で職人かたぎの父親を見て育った谷口社長、しかし当時の住宅業界の姿に実直な父親の姿を重ねることはできませんでした。独立というよりも、大手に就職した時からなんですけども、父の仕事も同時にこっちで竜王の方でやってた仕事と、比べてしまうことになるんですけども、父の方はやはりお客さんの顔を見て常にお客さんと一緒にとか、寄り添っていった家作りやったのが、大手になって仕事をしていると、お客さんの顔が全く見えなくなってくる。で相手は、
まあ、大手の現場監督さんとか、まあ、そういう形になってきて顔が見えなくなってくると、でそこであのお客さんを喜ばすということが目的というよりもちょっとでも楽をして儲けていくと、まあ、そういうふうな同業の仲間がたくさんいて、で明らかにこう手を抜いていく、まあ、気持ちの手を抜いていくとか、まあ、そういうことをされてるあの、まあ、仲間って仲間なんですけども、非常にも残念なことがどんどん起きてきまして、こんなことではいけない、そう感じた谷口社長が掲げた経営理念、それがみんなが喜ぶ家づくりでした。お客様にとって一生に何度もない家づくりを希望に満ち溢れたものとするために、谷口社長は大工だけでなく設計も総務も全てが棟梁となって、その道を極めてお客様の思いを形にしていくことを目指していきます。工事が始まると、まあ、もう住まれるご家族はもちろん、あの、なんていうか大工さんはじめ職人さん、もういろんな人が関わって家づくりするので、まあ、なんかその人たちの一人一人のなんか思いみたいのがやっぱりこう完成した時のお家にすごい現れるなと、まあ、ちょっと長年やってて思ってて、でまあ、そのためにやっぱりこう気持ちが入ってないと、まあ、いいお家ってできないので、職人さんがこうお客さんが喜ぶ顔を見ながらこう一人一人が丁寧な仕事をして、でやっぱそれをお客様ってすごい見てらっしゃるので、まあ、それ見てまたお客さんが喜んで、まあ、笑顔になって、でそれ見てまた職人がいい仕事できるって、そのいい循環ができるように、いいチームワークがこうできるように、まあ、それも設計士の仕事かなと思って常にやってます。家は手を加えれば何十年と住める大切な資産、簡単に作ってすぐに壊してしまう家であってはならない、それが谷口工務店の考えです。一棟一棟に技と心を込め、長く愛着を持って暮らしていただける素材と工法で家を建てていきます。素材のこだわり、まず躯体で言いますと、岐阜県の遠野ヒノキというヒノキを使って、柱とかを使っています。まあ、遠野ヒノキってすごく目が詰まった丈夫な木なので、普通のヒノキに比べていい香りもしますし、また削った時にピンクっぽい模様が出てくるってとても綺麗な、キャダになってますんで、谷口工務店が取っている工法で言いますと、在来軸組み工法と言いまして、柱とは梁を、組んでいく工法になります。その従来からも昔から古くからずっと伝えられてきている工法なので、その実績もありますし、大変な知識と技術が、いる工法になっています。谷口工務店は最長100年の長期保証プラス毎年定期点検で住まいを長くサポートしています。やっぱりその長い付き合いっていうのは、もちろん素早いこう修繕とか素早いこう対応っていうのも求められると思うんですけども、やっぱり仲のいい関係性をずっとお客さんと続けていくっていうのが、まあ、ポイントなのかなと思ってまして、お住まいされてからも見学会にお越しいただくお客さんも、会いに来ていただけるお客さんも多数いらっしゃるんですね。生活を楽しむ流れで谷口工務店とずっと関わっていただけるっていうのがやっぱり私たちも幸せですし、そういうふうにもう満足していただけるような、取り組みをずっと続けていきたいなと思っています。谷口工務店がこだわるもう一つのこと、それは自前で大工を育てることです。まあ、私のやってた時にそういう、まあ、どんどんバブルになってきて、で大工の求めるものは何かというと数字ですね。お金の方だけに発しちゃう人が非常に増えてきたと。お金だけじゃなくて、なぜお金を得るのかと、お金を
得て何をするのかということをちゃんと教育するためにはやっぱり社員にしないと数字ばっかり追ってしまうと、でそういうあの職人っていうのは実は職人ではないというか、ただ物を作るただの作業者になってしまうので、そういう人を作ってはいけない。やっぱ家を建てることも魅力に感じるんですけど、それだけじゃなくて家作りの中で得られる知識、技術、アイデアを駆使してその人に見合った、そのニーズに見合ったものを形にできることだと思ってます。工事中なんですけれども、よく頻繁にお客さんが現場に足を運んでくださって、そういった時にお客さんといろいろこうしたい、ああしたいというお話もさせてもらって、でお客さんの思いを形にすることが、できるのも大工の魅力かなと思いますし、最後完成した時にお客さんからありがとうっていう感謝の言葉っていうのもいただけるのも、とても自分としてはやりがいを感じております。大工も19年20年目になるんですけど、自分で作業するのが楽しくて自分の思う通りになるんですけども、やっぱり後輩たちに伝えて、うまく仕事やってもらうという、伝えるという方がすごい難しいので、そっちの方側にやっぱ今後もっと重きを、置いていけば、もっともっと、自分的にも楽しくなって会社も繁栄していくんじゃないかなと思いますので、そっちの方に、していっていきたいと思います。昔日本の家づくりは全て棟梁が担っていました。棟梁はその地に根付き、知恵と技と誇りにあふれた家づくりのスペシャリストであり、伝統建築を支えた日本のものづくり文化の象徴でもありました。谷口工務店は日本建築の未来を守ります。一人前、一人前って何やという質問をします。で大抵は仕事ができることという話をするんですけど、一人前というのは人を育てることやと。で人を育てるという文化が完全になくなってしまって、ある程度仕事ができるとすぐに果実のもらえる方に走っちゃう。でそういうことをするんではなくって、昔のやっぱり棟梁、大工さんの、教える方、棟梁って言うんですけども、棟梁は人を育てたんですね。育てて独立をさせたと。で育てもしない人は実は一人前ではないと。でそういう人が、お客さんの一生の命を担保にしたローンを、かけた家を携わるというのは私は非常に良くないと。一つのゴールのために、一つの専門職が、腕を磨いて、お客さんの幸せ、喜びのためにみんなが力を合わせていいものを作ろうと。これが、本当の日本の良さと思いますので、そういうふうな職人の文化というのをもう一回取り戻して、そうすることによって各地域のね、いろんな、これは建築だけじゃなくって、いろんな業態というのが良くなり、地域のそういう経済も活性するんじゃないかなと、こんなことを思ってます。谷口社長のお話聞いていましたらね、お金を稼ぐぞとか会社を大きくするぞとか全然言ってなくって、人を育てるって何回も言ってらっしゃいましたね。教育っていうことをずっと考えてらっしゃるんですね。私もそう思いましたね、家ってですね、人生で一番大きな買い物とよく言われますよね、ですからどなたが対応されるかっていうのはすごく大事なんですよ。で谷口工務店さんの行動指針の中に次世代を担う人材を育てるってちゃんと書いてあるんですよね、それだけ設計とは、職人とは、あるいは社員とはっていう人をですね、とっても大切にしているということですね。教育を、そうですね、家を愛せない人から家を買おうなんて思いませんものね。人を育てるっていうのは、ひいては国を育てることにもつながるんじゃないでしょうかね。以上ビズラポでした。お知らせを挟んでビズログです。経済に関するタイムリーなトピックスを解説コメンテーターの鬼久保さんに分かりやすく教えてもらいます。さて今回のテーマは、はい、今回のテーマはこちらですね。家よ町よよみがえれ、大工の手でってことですね、
ビズラボでご紹介した谷口工務店さんの中に出てきた大工さんのお話に、まあ、なるんですけれども、ええ、本題に入る前にですね、社会問題として大きく取り上げられているこちらを取り上げていきたいんですね、はい、それが空き家問題というものなんです、はい、空き家問題なんですけれども、総務省が公表する住宅土地統計調査というものがあるんですね、はい、でこちら2018年10月時点のもの調査によるとですね、地方で人口減少がずっと続いていく、その分だけ空き家がどん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 増えていきまして、過去最多の846万戸に増えています。でさらにですね、住宅総数に占める空き家の割合、これを空き家率というんですけれども、こちらも過去最高なんですね、 13.6%。 ただし問題なのは数字ではないんですよね。そうなんですよ、数字には見えないものってありまして、空き家の問題を具体的に挙げてみますと、まず建物の倒壊や火災、そして不衛生ということもありますし、あとはね、景観の悪化、そして犯罪の温床にもなり得るということもありますし、さらには土地と建物が有効に活用されないといった問題など、もう数え出したらキリがないくらいの問題がありますよね。はい、この空き家を有効活用しようという取り組みをされているのが、先ほどビズラボでご紹介した谷口工務店さんなわけなんですよね、はい、ご紹介するのが東海道の宿場町をよみがえらせた大津町屋ホテルプロジェクトというものなんですね。大津百町にあった空き家7棟を改修しまして、2018年4月にオープンいたしましたホテル高大津百町、こちらですね、はいはい、昔からある風景をまあ利用してですね、そのいいところを生かしながら今の時代に合わせた設計多分されてるんでしょうね。そうでしょうね。大津市の調査によりますと、宿場町として栄えた市中心部には現在およそ1500棟の町屋があるんですが、その1割は空き家、まあ、活用が難しいということなんですね。その理由や背景の一つにあると思われるのがですね、はい、古民家の改修がですね、決して簡単ではないということが挙げられるんですね、どういうことかと言いますと、新築の3倍ものですね、人員が必要だと言われているんです。でその人員もただの人員ではなくて、大工職人じゃなくちゃいけないんですね。ですから谷口工務店さんが大工さんを自前で育てていくよっていう理由の一つにはですね、こういった貴重な人材をいつでも自分の会社から用意することができると、そういうふうにしたい思いから来てるわけなんですね。まさに人は財なり財産ですよね、はい、ただですね、こちらをご覧いただきましょうか。大工さんの数というのは1985年に81万人いらっしゃったんですけれども、どん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 と加速的に減っていって、2030年にはなんと21万人になるという予測も出ているんです。4分の1になってるってことですよね。そのようです、はい、これ相当な問題なんですけれども、はい、この加速的なですね、減少の大きな要因になっているのがですね、建築の機械化、効率化がまあ進みましたよね、はい、そのことによって大工を自分の会社で育てる会社が少なくなっていったからと言われているんですね、はい、高度成長期には急速に人口がどん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 こう伸びていったんですよね。だそうすると住宅の供給戸数をどん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 増やさなくちゃいけなくなったと、作ろう作ろう作ろうって、ね、これ必要ですよね、はい、でその分だけですね、部材に大工の技術が必要なものがなくてもいいように加工品の開発が進んでたと、はい、まあ、簡単になっていったわけですね、うん、でさらには棟梁という方、この方たちが今までは一人で接客もしていました、設計もしていった、管理もするよ、メンテナンスもするよっていう時代だったんですけども、これがどん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 切り離されていって分業化が進んでいくんですね、はい、そうすると徹底した効率化がまあ図られていきます。これは家不足をまあ生まないっていう面に関しては良かったんですね。ところが家を作りたいというお客さんの思いとか存在、これが置き去られてしまう結果になりますと、伝わらない家作りっていうのが一般化されてくるようになってしまったんですね、うん、その結果の一つかもしれませんけれども、手抜き工事っていうものを行う業者が現れますと、それが欠陥住宅という問題に置き換わってきます、うん、そういったことが起こってしまったということなんですね。
家は人が住んでこそ家ですし、人が住めないような家だったら本当に安心安全な場所ではなくなりますものね。はい、ですからそういった思いが全部詰まってるんですけども、はい、じゃあ大工さんの重要性っていうのは改めて認識しようよと。そして大工さんを育てて、うん、古民家を改修して、そして家を再生していきましょうっていうですね、その思いがあるっていうのがこちらですね、谷口工務店の谷口博一社長がとてもとてもですねこだわっておられる点だったんですね、はい、そういった思いがつながってこだわりが出てくる。じゃあそのこだわりの先に何があるの、見えてくるのかっていうのがですね、谷口工務店の本社それから周辺の地域を見てみるとよくわかるそうなんですね、はい、それがこちらなんです。モブスクエアというものなんですね。なんだか可愛らしいですね。ですね、うん、モブ MOV なんですけれども、もてなしオブバリュー、これのですね略なんですね、はい、人が暮らす空間をより豊かに、うん、そしてより心温かにする、温まるものにするにはどうしたらいいかってずっと考え続けてこられた最終的なですね結論にたどり着いたのが、うん、おもてなしの心だったってことなんですね。なるほど、はい、うん、そういう場所をたくさん作っていきたい、そして再生する再利用したいという思いがおそらくはですね古き良き日本文化大事なものだったと思うんですけども、はい、その思いがですね家づくりに谷口社長の思いにですねつながったのがモブスクエア、あの MOV につながってくるんでしょうね。谷口工務店の経営理念はこの6月からみんなが喜ぶ家づくりからみんなが喜ぶ豊かな暮らしづくりに変わったそうなんですよ。谷口社長は実はとってもユニークな方でして、大津町屋ホテルプロジェクトの時に思い描いておられた壮大な夢があるんです。それがこちらです。じゃん、なんかドバイみたいじゃないですか。です、ね、こういう風にしたいってことですね、若者もどんどん住みたいって来そうじゃないですか。あ、琵琶湖放送がこの中にあるといいですね。ね、何年でしょうね。本当ですね、楽しみ。いや本当に文化を作る時代になるんじゃないかなと思いますね、うん、そうですね、うん、家づくりはもう街づくりに直結するんですよね。そしてひいてはその土地の住みよさにもつながってきますから、どん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 この、ね、人口が増えていくと嬉しいななんて思うんですけれどもね、はい、はい、以上ビズログでした。さて今回は木の家専門店谷口工務店をご紹介しました。いかがでしたか。はい、コロナの時代に入りましてね、はい、家の役割それから家族の重要性、うん、こういったものが見直されてきてる気がするんですよね。本当に、はい、その意味でもですね100年生きる家それからみんなが喜ぶ家づくり、こういったことを大切にされていらっしゃる谷口工務店さんはもっともっと注目されるんじゃないかなと思いましたね。そうですね。そして大工の重要性についても見てきましたね。はい、家づくりをすることとそれから再生することって相反するように見えるかもしれませんが、実は大きく違っていなくてですね、はい、本質的には同じことじゃないかなと思ったんですよね。なるほど、はい、いずれも大切なものは技術なわけですよね。日本で脈々と受け継がれてきた建築技術、これがですねすごく大切なわけなんですが、きっと見直されてくると思うんですね、はい、古き良き時代、こういったものがですねまたコロナ時代で戻ってくるんじゃないかなという希望を感じます、うん、まあそれが持続可能な社会づくりにもつながっていくんだと思います。続いては SDGs の11番住み続けられる街づくりにも合致します。コロナ禍でいろんな本質的なものが見えてきた今、みんなで考えなければいけない問題ではないでしょうか。滋賀経済ナウ、次回もどうぞお楽しみに。いやー、空き家を再生した物件ってすごいね、まあ、大工さんの、ね、腕が匠の技。あなたね、新築やるとね、ああいう物件にしたらどうなん、リーズナブルかもよ。古かったのんざぶろうです。全然似てないですけどね。似てないですけど、ね、いやでもな、そうやけいいけども、私は断固として新築派やな、いろんなわがまま詰め込みたいもん。お気に入りのものってずっと使うでしょ、ね、欧米ではね
中古物件の方が価値が高いということもあんねんで、さ新築新築やんと。私は新築派。何言ってんない、いつも持ってるカバン買ってあれリサイクル品やの。あれはリサイクル品に見えるけど新品に見えるリサイクル品や。新築新築言うてもね、うん、新築買ってねお化け出る時は出るで。あなたの家だけです。そんなこと言ってもね、私は新築がいいの。絶対新築。ヒノキのお家にしてリビング広